JAXA 三浦大知コラボ動画第4弾。今回は7月1日打ち上げに成功した大知4号が宇宙で撮影した最初の1枚の観測画像を見るためにJAXA 筑波宇宙センターへやってきた三浦さん。どうもこんにちは、三浦大知です。さあということで、先日大知4号の打ち上げが成功したということでですね、本日は再び、筑波宇宙センターの方に来させていただいております。今日もいろんな話をたくさん聞かせてもらおうかなと思っております。ということで早速行ってみたいと思います。まず三浦さんが訪れたのは JAXA の歴史を知ることができる展示館。こちらでお話をしてくれるのは大知4号のプロジェクトマネージャー有川さん。大知4号打ち上げ成功、本当におめでとうございます。ありがとうございます。いやもう僕もあの現場で、はい、あの拝見させていただくことができて、もう大変感動しました。はい、あの大知4号はですね、あの三浦大知さん あの応援ソング、はい、エロスの力と、あと三浦大知さんのファンの皆様の温かいメッセージをいただいて、はい、本当に我々もあの頑張ることができました。はい、もうありがとうございます。はい、本当におめでとうございます。三浦大知さんが打ち上がっていくロケットの、はい、バックにですね、はい、パフォーマンスされたというのを後から拝見しまして、はい、本当に感動的なシーンだったと思ってます。いや本当にもうすごいことをさせていただいてるなと自分の音楽人生の中でもですね、はい、初めてですか。はい、とんでもない瞬間だなと思いながら、とてもあの感動させていただきまして。実は三浦さんは打ち上げの当日、宇宙へ飛び立つロケットをバックに歌唱するというコラボをしていたんです。最後打ち上がっていくところにずっとこう拳を突き上げていらっしゃったと思うんですけども、はい、あの時はどういう思いだったんですか。もともと決めてた動きはこう手をこう上にこう、まあ、パーのままこうグッとこう上にこう上げていくっていう動きだったんですけど、はいはいはい、もうこうなんていうんですかね、ものすごいスピードで速度で、そうですね、その宇宙に向かって上がっていく H3 ロケットとその第一音号を見てると、もういても立っても言わなくて、はい、もうこう拳をグッと握って宇宙に届けっていう、なんかもう応援というか、もうその思いをもうとにかくぶつけようっていう、なんか本当そんな気持ちでした。あの三浦大知さんのこうダイナミックなダンスと歌声の裏でこうカウントダウンの音声が流れてくる、はいはい、でそしてこうロケットのバリバリっていう音がこう伝わってきて、本当に緊張感が伝わってきて、あの感動的でした。いやもうこちらこそ、なんかもうとってもスペシャルな瞬間を体験させてもらえて、はい、とっても光栄でした。皆さんはあの日どうだったんですか。そうですね、向かっていく気持ちというか、はい、あの実は打ち上げの時、私もあの種子島宇宙センターにいました。はい、ロケットの発射管制塔というところで私はスタンバイをしています。はい、その前の日の夜からロケットが射程に運ばれる、はい、でその射程に運ばれてからようやくその衛星の電源を立ち上げてセットアップをするんですね。でその時に担当してくれた三菱電機の方々のセットアップの様子を私はリモートで報告を受けます。うん、でそこで一つ一つの手順が順調に進んだっていう報告を受けて、打ち上げの瞬間は私もあんまりこう気負うことなくっていうか、うん、皆さんがやってもらっているその成果の上でこうもう安心して打ち上げの瞬間をこうちょっとどっしりと構えて見守ることができたかなというふうに思ってます。うん、そう考えると、だからそこにまずこうバトンを渡すところというか、はいはい、でお渡しして、でロケットチームの皆さんがそれをこう打ち上げて、そうですね、でまたそのバトンがこう第一4号のプロジェクトの皆さんのところにこう戻ってきて、ここからいろんな運用がされていくという。さらにここには三浦さんが種子島で書いたサインも展示しているということで、実際に見せてもらいました。三浦さん直筆のサインの周りにはホームページなどで寄せられたたくさんの応援コメントも。ここは誰でも見に来られる場所なんですか。はい、あの事前の予約が必要なんですけれども、予約いただければ誰でも見に来ていただくことができます。あ、じゃあぜひ、ね、ここに来て、はい、これを、ね、どんないろんな、ね、メッセージありますから、三浦大知さんの直筆サインをぜひぜひ、はい、気になった方はぜひ、はい、いや嬉しいですね。はい、実は大知4号の打ち上げにはあまり知られていないエピソードがあるそうです。
第1号号の打ち上げは6月30日を予定していました、はい、残念ながら、まあ、天候の都合で1日延期になってしまったんですけども、うん、そうでしたよね、はい、でその6月30日は、はい、私はですね種子島にある同じようなですね宇宙科学技術館というところ、はい、展示館があってそこに行きまして、はい、初代大地のですね、はい、衛星の模型が飾ってあるのでその前で説明を始めたらですねちょっと人だかりができてミニ講演会みたいな形になってそうだったんですね、はい、でその後はちょっとしたサイン会もできちゃってです、ねすごいじゃあ1日伸びたから、はい、そうですね、ちょっと待機でっていうことではなくてそんな講演会のようなそうですね形で、はい、おかげさまでいろんな方々とお話しする機会もできましたし、第1号も本当に期待してますっていう、うん、はい、そういう生の声をお聞きすることができたので私にとってもエネルギーをもらいました。あ、そうだったんですね、はい、で実はその日の夜宿に一回仮眠を取りに帰ったんですけど、はい、全然眠れなくてで夜8時からロケットが、はい、射程に向かっていく、はいはいはい、機体移動する、はい、でそして夜11時に衛星の電源を立ち上げて、うん、そこからもう打ち上げまで一晩中衛星のセットアップをすると、うん、いうことで三菱電機の担当の人をはじめもう中心にですねずっとセットアップをしてくれました。そうなんですね、はい、続いて三浦さんが訪れたのは普段なかなか入ることができない衛星と通信をするための追跡管制塔。第1号のサブマネージャーやってます感覚と、はい、よろしくお願いします。第1号でも第1号でも、はい、SAR の開発担当してまして、はい、今は、まあ、有川の下でサポートさせてもらっているということになります。はい、今日は特別ゲストとして、はい、三浦さんの方に現場の生の声、はい、生の気持ちぜひ聞いていただきたいと思いまして三菱電機の楠田さん、よろしくお願いします。私は第1号号 のシステム設計というところで、うん、電気系のところを設計製造試験して最後打ち上げというところまで全部携わらせてもらっていて、はい、この打ち上げに対してはすごい強い思いを持って頑張ってきました。いや、本当に打ち上げ成功おめでとうございます。はい、ありがとうございます。そして三菱電機ソフトウェアの金子さん、よろしくお願いします。私は第1号号 の衛星運用計画の担当をしてまして、ロケットで打ち上げた後のどういった運用をするかというそのスケジュール調整とか計画立てる仕事をしています。なんかやっぱ皆さんそれぞれいろんなそれぞれ部署のこういろんな役割をこう担われて、第1号号を見ながら皆さんでいろいろプランを立てて運用されていってるっていうそういう感じ。そうですね、はい、今日はここで追跡管制隊として第1号号が打ち上がってから、どういったことをやってきたか、そういったことがお話しできればなと思っています。はい、でまず追跡管制隊というものがどういったものかということなんですけども、はい、JAXA は人工衛星打ち上げるときに JAXA の我々プロジェクトチームのみならずにさまざまなプロジェクトチームから有識者集めてきて、追跡管制隊というものを編成します。はい、でそこには当然ながら我々 JAXA だけではなくて関係企業の方々にも参加いただいて、打ち上げ後の運用を成功させるということを行ってきています。で基本 JAXA の学科だけでも大体80名のメンバーが参加して、はい、で関連企業の方々、当然ながら筑波であったりとか関連企業のメーカーさんの場所で技術評価していただくといった方々を含めると約300名、なので合計400名ぐらいのメンバーで追跡管制隊というものを編成して行っています。すごい、もうそれ一つでもう企業というかね、もう会社がで、ね、はい、できるような、情報連絡も必要ですし、そうですね、チーム一丸となっていろいろ、そうですね、そのチームが24時間体制で、はい、第1号の場合は約2日かけて、クリティカルフェーズと呼ばれるものをこなしてきたということになります。それがいわゆるその打ち上げが成功したところからの、打ち上げして衛星を分離してから、どれだけ必要な機能をまず最低限確認するかというものが、2日間の作業になると。はい、だからまず最初のこう重要なミッションというか、はい、っていうのがその2日間ですね。2日間でそういった2日間を、我々運用していく上で、大体通信管制隊は打ち上げから
4ヶ月前ぐらい、はい、まあ、そこで編成されます。でその後座学で、まあ、衛星というものはどういうものかとか、運用していく地上システムというのはどういうものかっていうものを勉強しながら、まあ、かつ本当に核について、操作をしてみるといったようなリハーサルという我々呼んでますけども、まあ、そういった作業も行う、で特にそのリハーサルの中では、はい、通常の運用を行う場合と、はい、何か問題があった不測の事態に対応できるかといったところ、まあ、そういったリハーサルも行ってきて、まあ、万全体制を組んで打ち上げに臨んできているということになります。じゃあ何かその問題がこう起きてしまった時の、まあ、対応だったり、はい、どういうふうにじゃあそこからこうリカバリーしていくのかとか、どういう対応対処していくのかということも、だからもう本当に訓練というか、そうですね、いう形でそういったものを繰り返してきていると、まあ、それが追跡管制隊のまずの役目というところなんですね、うん。でまあ、それが終わると、まあ、当然ながら打ち上げというところに進んでいくんですけども、はい、まあ、打ち上げに関しましても24時間体制で我々運用していくので、打ち上がった時に、まあ、作業している人間と夜出てくる人間、まあ、そういったメンバーが分かれてきます、はい。でちょっと自分はですね、実は当日の夜勤ということで、はい、打ち上げ自身は自宅でドキドキしながら、はい、まあ、衛星分離が確認されたというところでちょっと一休みして夜の勤務に備えたと、へー、いうことになってます。そうだったんですね、はい。じゃあ感覚さんはじゃあその打ち上げの時はそういう形で過ごされてた、はい。お二人はどうだったんですか。私は運用室の方で、はい、打ち上げの時みんなで見守っていたんですけれども、うん、やっぱりすごい緊張してまして、はい、打ち上げの時はその車上の映像が運用室でこういうモニターとかで見えるので、そこをみんなで見て、はい、ちゃんと成功するようにって固唾を飲んで見守ってました。なのでその分離の衛星分離しましたっていうのが聞こえた時は本当に良かったなって一安心しまして、もうなんかもう運用室ではもう涙してる人もいや、そうですよね、いました、はい。いやもう本当にその僕もこの第一シリーズ衛星のこう、まあ、皆さんこうプロジェクトを関わられている皆さんとかからお話を、まあ、もうそれこそ第3号の時から聞かせていただいてたりしてたので、打ち上げ成功の時のなんて言うんでしょう、なんか皆さんの表情っていうかこうやったぞっていう、まあ、もちろんここからねいろいろ運用されていってっていうのがまた新たな始まりがあると思いますけど、なんかとてつもない、まあ、喜びというか感動だろうなっていうのはすごくなんか外側から見ててもとても伝わってきました。ああ、そうか。私は車上にちょうどいまして、はい、打ち上げの十数時間前からちょうどロケット移動からっていうところから種子島にいて、うん、で有川さんとは違う本当に衛星の状態をモニターして実際に指令を送るっていうところにずっと打ち上げの瞬間までいて、本当に最後打ち上がるその瞬間ギリギリまでっていうのは本当に緊張していて、で打ち上がって OK だったって聞こえた時は本当に嬉しかったですね。ちょうどその打ち上がって分かってすぐに種子島から筑波に移動する時に鹿児島空港でちょうどこう乗り換えてたんですけど、その時に太陽電池が開いた画像を記者会見でスマホで見てて、それをこう、はい、こう見てて本当に種子島空港で一人でこう目を抑えていた。いや、そうなりますよね、まあ、恥ずかしい感じですけども、いやいやいや、もうそれぐらいこう思いが込み上げてきました。いや、そうですよね、いやもう本当にその皆さんからのお話を聞くともう ね、どれだけの情熱をかけてやっぱこのプロジェクトにこの未来のためにというかものづくりをされているのかっていうのはもうすごく伝わってくるので、いやもう瞬間っていうのは何にも変えがたいきっと瞬間だったんだろうなっていうのは本当に嬉しかったですね、はい、本当に。でも三浦様の、ね、打ち上げの時は種子島で見守っていただいたという、はい、そうなんですよ。第一4号の打ち上げの時にはなんか本当にちょっととんでもない企画をねさせていただきまして、うんね、私皆さんもあれだそうだと思うんですけど、打ち上げの瞬間に、まあ、他の JAXA の職員さんにも言われたんですけど、皆さん打ち上げは見れないじゃないですか。生では皆さんその本当にもうそのちゃんとこう観測したり準備したりとかっていう、だからすごい皆さんに羨ましがられるっていうのがあったのでなんかそれも含めてとてつもない貴重な経験をさせていただいたんだなっていう。それぞれの打ち上げへの思いを受け、成功への道がどれだけ険しかったのかを改めて感じた三浦さん。実はあまり知られていませんが、第一4号は48時間経って初めて成功と言える状態になったんです。
そこではどんなことが行われていたのでしょうか。まあ、クリティカルフェーズは衛星が本当に運用していく上で、まあ、肝となるような、まあ、機能を確認しましょう。例えば衛星と地上通信できるよね、太陽電池、まあ、電力発生させられるよね、あとはまあ必要な観測機器の例えば SAR であったらアンテナを展開できるよね、AIS のアンテナ展開できるよねっていうところを確認していくと、そういったことを2日間24時間体制で回していったということになります。はい、じゃあそこでどういった作業があったかっていうのをこっちのイラストで出しています。これはその打ち上げが、フェアリングこうまあ衛星をこう、そこに宇宙にこう届けられた後からの部分ってことですよね。7月1日の12時、まあ、ここでまあロケット H3 ロケットが打ち上がったといったところからスタートして、まあ、衛星分離を行うと、でその後に太陽電池パドル展開することで、まあ、電力確保していく、まずはこうパネルを開いていく、そうですね。でその後に、SAR のアンテナですね、SAR のアンテナは3段階で、展開していきます。種子島に見ていただいたときは折りたたまれた状態で、衛星にペコッとくっついている状態だったと思うんですけども、まあ、それが一度衛星から離れて、で第2段階で半分開きます。で最後にもう一度開くということで3段階のアンテナ展開をしています。で最後にAIS そちらを展開して、クリティカルフェーズを終了していったということになります。一つ一つこう機能を確認していくという感じですね。まあ、それが緊張の連続と。いやそうですよね。まずこれは行ったぞ、これは OK だ、次はこれだっていう。さらに通信だけではなく、目視で衛星が正常に作動しているかを確認するのがこちらのカメラ。衛星搭載しているカメラですけど、それを海外で初めて調達してきたのは私、草田さんが、本当にちゃんと撮れるか心配でもいろいろ本当にいろいろあったんで、このカメラ自体はじゃあどれにするかとかっていうのもじゃあみんなでこう何がいいのかみたいなのを話して、その海外のそれがいいんじゃないかっていうことになってってことですね。そうですね、太陽電池がこうぐるっと太陽の方向に合わせてこう回っていくんで、そういうのも撮ってたりとかして、ちゃんと動いてるねっていうのが外から見るとなんかちゃんと生きてるなっていうのが分かるっていうところですね。やはり信号の情報っていうのも大事ですけど、こうやって目で見て開いてるねっていうのは、これがそうですね。それがすごい、本当だ、回ってる回ってる、すごい。これ1分間に1枚で撮ってるので、本当はもっとゆっくり回ってるのを早くつなげてるんですけど、1分間、そうか1週間の間にちょうど1周回るのになる、90分でいい、そうか、はい、太陽の方向にこうずっと向き続けて、そうですね。すごい。下の左のが AIS アンテナの展開を見てる方の、で右側が SAR の展開で、ちょっと開いちゃってあんま見えないところもあるんですけど、一応開いてるっていうのはちゃんと分かるなって思いました。すごいな。様々な技術と追跡管制隊の人たちによって行われるクリティカルフェーズ、難しいこの期間をさらに困難にする要因があるそうです。こういった確認をしていくっていうタイミングが、実はその衛星、人工衛星っていうのは時間が限られてまして、衛星は地球約90分で回っていきますけど、そういった衛星の状態が確認できるのが、画像に出てますけども、実は10分ずつぐらいなんですね。そうなんですね。そっか、そんなに短いんですね、そのキャッチできるというか、う、ね、時間が確認できる時間を。でそういったところをいかにこううまく使って、機能確認していくかっていうところを、まさしく計画系と呼ばれている、金子さんの方でいろいろ調整していただいたと。じゃあ今回、じゃあ次来る、まずこの10分ではこれを確認してっていうもののこうスケジューリングだったりとか、そういうプランを立てていく。特に何か難しかったところってあります？難しかったところはやっぱSAR展開のところかなと思いますね。展開の時やっぱり太陽の光が当たって、その衛星自体がその温まっている状態でできれば展開した方がいいという条件があったので、その条件に合う10分の時間を探して、でそれをその前に準備をしてっていうことで、それらの手順を全部何分ぐらいかかるとか見積もって、で時間を当てはめていくような形になります。そうか、だからそこの予測をしながら、衛星が今こういう状態だから、じゃあそのここの10分をじゃあ見ていきましょうっていう、そこの視点っていうかもしていく感じなんですね。そうです、そうか、
あの地上局、アンテナがあそこの中に入っている間っていうことですよね、はい。まあ、変な話ですけど、こう確認していくわけじゃないですか。でこうもう10分来るぞってこうなって、次またこの10分を迎えるっていうことをこう何度も繰り返していく。そうです、はい。じゃ次の10分でさっきのが OK になってるとか、そういうこともあったりする。そういうこともあります。ああ、そうか。じゃあ本当に気が気じゃない瞬間結構いっぱいありますよね。逆にその何かあった時も、はい、あと次の考えられるのはもう90分しかないので、もうすごいもう時間を気にしながらマネジメントしていく。その中でじゃあ今のでこうだったから対処するんだったら、じゃあ次の10分でこういうことをしていこうみたいなことを、はい、すぐ急いで対策の会議みたいな形見ながらやるって形です。多分意外と対策取ったりとかなんだりとかしたら、もうすぐ次の10分来ますもんね。そうですよね。でそれをその2日の中でやって、ちゃんとその一個一個の機能をこう万全な状態だってことをこう確認していかなきゃいけないっていう。あ、すごいですね。じゃあもうこの2日間のクリティカルフェーズがこうバシッとこれで OK だってなった時の喜びというか安心感はとてもありますよね、きっと。でも皆さん爆睡できたんじゃないかなと。ちゃんとその次の日はお休み取れたんですか、ちゃんと。いやでも運用があるとそのまま続くので、はい、そうですよね。それで終わりじゃないですよね、はい、気を張り詰めたままでいかなければいけないんですけど、まあ、一段落って言ったところは、うん、一度こう区切りというか、ね、特にサーのアンテナって今畳んでたら小さいんですけど、開くとすごい大きくて、はい、うん、私なんかあのシステム試験という形で地上にあるうちに試験もやるんですけど、はい、やっぱり無重力でしかあの形で綺麗に衛星に取り付いた状態ではできないので、うまくそれを模擬して何回も地上では試験してるんですけど、やっぱりその無重力で宇宙でちゃんと開くっていうのは、やっぱりそのうちのさあの展開やってるエンジニアやったりとか機械のエンジニアっていうのが本当に手塩をかけて時間をかけてやった成果が報われた瞬間で、運用室でその彼らが喜んでる姿を見た時、あ、これでまさしくこれなんですね。あ、これですか。本当に嬉しかったですし、誇らしかったですね。もうちょうど、あ、これ今みんな確認してるんですね、モニター見て。本当だ。あの画面一つに衛星の状態が映ってるんですね。あ、拍手が。はい、水から撮影、サーの展開完了したことを確認しました。すごい。いや、これは感動ですよね。もともと自分がサーの開発担当してましたんで、まあ、ちょっと今映ってますけども、ちょっと三菱電機のプロジェクトマネージャーの方ともよかったよかったっていう話をしながら、有川プロマネも、まあ、サーの担当者を今ねぎらってるっていう状況ですね。いや、そうですよね。ちょっとリアクション薄かったんですけど、みんな心の中では本当に喜んでました。もっと喜んでたなって思ったんですけど、なんかこうかか疲れとかもね、いろいろね、多分こうなんかこう解き放たれたみたいな、どっちかって言ってもきっとそういう感じですよね。一旦そのはぁっていう、ね、そうですよね、噛み締める感じで、まあ、あえてサーのアンテナも、はい、まあ、今回うまいこと開いてはいるんですけども、はい、まあ、訓練の中でも開かなかったらどうするっていったところも全部やっていて、でそういう訓練の中でじゃあ異常ケース、うん、まあ、そういったことを考えるのは実は自分と金子さんのお仕事として、まあ、ちょっと訓練のネタを作ってたっていうことになります。そうか。じゃあそれをそのじゃ実際対処するときは知らされずにというか、う、何が起こるかは分からない状態で、ここ内緒で、そうか。こっちはにんまりしながらそのドッキリじゃないですけど、サプライズじゃないけど、それハプニングみたいなものを疑似で用意してっていうのを、はい、じゃあこうお二人でされて、こんなことが起きたら、まあ、大変なんじゃないかというか。そうですね、こう対処してほしいなっていう、まあまあ、あの正解例があって、そういうところにみんなが導けるかっていったところを訓練していく。逆にそういう訓練を行っていくから、まあ、の結果として本当に何もなかった時はもうスムーズにいってるねっていうふうに感じることもできますし、それはじゃああれなんじゃないですか、それがこうじゃハプニングというか、こうバッと起きて問題が発生しましたってなって、それが大変なことがあるわけじゃないですか。やっぱこうお二人の方をちらっと見たりされるんですか。こんなこと考え、こんな考えやがってぐらいのその角度からそうですね、はい、ただ幸いなことに、はい、いろいろこう訓練重ねたおかげだと思うんですけど、一つもその訓練の異常ケースっていうのは使われることなく、無事何事もなくいって本当に良かったですね。でもやっぱそれはね、そこに向かっていく、もうあの瞬間本当にその一瞬しかない、その瞬間にもう何回も何回もこう重ねて訓練をされてるっていう、その
凄さをやっぱすごく感じますね。でやっとそこでほっと一息つけるんですけども、はい、まあ、クリティカルフェーズが終わると、まあ、次は初期運用というものに入っていきます、はい。まあ、衛星いろんなあのコンポーネント機器が載ってますんで、うん、まあ、当然ながらクリティカルフェーズだけでは確認しきれない、うん、まあ、そういったものを初期運用の中で一つ一つ手順を追って確認していくというところに入ります、うん、はい。でそれが打ち上げから約3ヶ月っていったところで進めてきているのが現状になります。あ、じゃあ今そのフェーズに入っているという、はい。で当然ながらその第14号がどういう軌道で飛んでるよねって指定されたような軌道で飛んでるよねっていったところとか、まあ、あとはあの第12号との、はい、関連性、うん、まあ、そういったところも含めて、まあ、制御して今運用していると、まあ、そういったところをまあ草さんとか金子さんにまたここもですね結局あの計画を立てなければいけない、うん、で確認していただければいけないってところで、まあ、支援いただいているということになります。種子島の方で、はい、あのご説明させていただいた通り、はい、第14号はあの2つのデータ伝送を持ってますと、はいはい、衛星から直接地上にデータを下ろす方法と、はい、光を使って下ろす方法2つあるとお話しさせていただきましたが、はい、ルーカスですね、うん、そうですね、はい、ルーカスと呼ばれるもので、今はあの衛星から地上への直接的な伝送というものは確認できているというところになります、はい。なんか草さんからあれば直接伝送系というところでちょっと、まあ、思いがあって、はい、あ、そうなんですね。第1、3号って、はい、あの打ち上げ失敗して、はい、それまでと思っている方もいらっしゃるかもしれないですけど、実はこの第一4号に搭載されているすごい大量の SAR データを送るためには大きな容量のメモリというか記録装置があって、はい、その後にデータを出力して、伝送地上に送るアンテナがあって、はい、そういういろんな経路を通って伝送するんですけれども、はい、そのベースとなる技術っていうのは第一3号で開発されたものになるんですよ。でそれをグレードアップして第14号として、まあ、地球観測衛星で使うには最速の 3.6 ギガっていうすごい速いスピードで下ろせるようになっている、そのベースは第13号の技術を使っていて、ある面でそのさっきバトンって話もあったんですけど、第13号でのバトンは失われてなくてちゃんと私たちの方に引き継がれていて、でそれがその本当に海外の局に最初下ろしたんですけど、その瞬間あの所定の性能が満たせてそうだって分かった時は、運用室でもやっぱりすごいみんなで拍手してあの喜んだ記憶がやっぱ鮮明に残ってますね。はい、そうか。じゃあなんか本当にその第一3号と4号がこう、ね、一緒にそのデータをこう下ろしてくれているような、そんな感じですよね。そうですね、もう絶対に忘れられない、そうです、ね、あの兄弟みたいな衛星だと私はまだ思ってます。そうですよね。それはすごい感動的ですね。